こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。新型コロナに全く関係なくマイナス成長で経済危機の韓国ですが、ウォン高ドル安が進み、このままの相場ではサムスンなどが経営危機に陥りそうです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ウォン相場が2年半ぶりに1000ウォン台に突入した。ソウル外国為替市場でウォンドル相場は前日より 3.80 ウォン下がった 1097.0 ウォンで取引を終えた。ウォン相場が1100ウォン台を突破したのは2018年6月15日 1097.70 ウォン以降2年6ヶ月ぶり。ウォン高ドル安が急激に進み、輸出企業の採算性悪化が現実化する可能性が高まっている。久しぶりに輸出増加の知らせに難色を示していた産業界の悩みは深まるばかりだ。為替専門家らはウォンドル相場が年末まで1050ウォン以下に達すると見込んだ。輸出企業はウォン高が長期化すれば収益性悪化による経営打撃が避けられないと憂慮している。特に中小企業の 60% 以上は為替リスクを別途管理しておらず、大手企業より為替リスクにより多くさらされていることが分かった。韓国貿易協会国際貿易通商研究院が先月国内輸出企業801社を対象に調査して発表した報告書で、中小企業の 61.1%、中堅企業の 33.9% が為替リスクの管理を行っていないと回答し、企業の規模が小さいほど為替リスクにより脆弱であることが分かった。これらの企業の町の線である損益分岐点の為替相場はそれぞれ1133ウォンと1135ウォンだった。ウォン高が 10% 進むと大半の企業は商品の単価調整は不可と答え、ウォン高が進むと 65% 以上は輸出額の減少を懸念した。ヒョンデ証券のチャンソプ研究員は、支持線とされていた1100ウォンが一旦割れ、心理的な下落変調が激しくなる可能性もあり、環境自体も下落要因が優勢な状況とし、急激なウォン高で輸出企業の負担が大きくなり、当局の介入が強まり、ウォン高の要因で国内証券市場に流入した外国人投資家も差益を出せば1050ウォン台で追加下落が制限されると予想した。貿易協会のカン・ソンウン研究員は、米国の景気浮揚策拡大に対する期待感が高まり、グローバル市場の不確実性が低下することでウォン高基調が続く可能性があると見通した。それではネットの反応です。サムスン、現代が奈落に向かう。サムスン電子は終わった。結局韓国の通貨を外人が全部飲んだんだね。経済崩壊だ。海外輸出で事業をする方はとても大変ですね。為替相場といえば輸出株、輸出代表といえばサムスン、現代株が下がるかな。結局サムスン電子が韓国経済をダメにするんだね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。